持ってやろうと思いました。自信の捉え方強い。あ、車中に下がった。もっと近い。なるほど、あちらを塞ぎますると、お土産屋の前に入りにくくなるということで、もっと土産買えということを皆に重圧を。すごいな、これ人が。さようですな、やはりこの新春ということですな。そこへ名古屋城を選んでもらえるというのはありがたいことでございます。なるほど、じゃあ神も仏もないのにな。そうですな、信長様は物欲を積極的に肯定なされたお方でございます。いやいやいや、この例えば自社仏閣であったら手を合わせて何かというふうにあるだろう。あ、さようですな。しかしながら名古屋城っていうのはまあさほどそういったものもないゆえに。そうですね、あそこに僕の箱があるっていう。あ、そうですね。あ、だからあのために来るんじゃろうなと思うんだけども、それは我々とかな、やっぱりこの城とかな、昔の文化に触れるというのがいい。そうですな、ちょうど今あのここから見る名古屋城の天守がですな、誠に美しい形だ。誠美しい、はい、シミを浴びると嘘のような美しさ。なんで嘘つかないこの絵のような。そうですな、背景なんかもう合成みたいですよ。そうなんじゃ、そうなんじゃ、合成みたいな美しさでございます。今日は誠に天気がいいからな。合成のような、わかったよ、はい、現実だろあれは。さようです。あ、合成のようなよりも現実の方がいいではないか。さようですな、ちょっと言葉を間違えまして。間違えすぎだろ。カタカタ失礼。よし、じゃわしはお主のそういうところ良きところであると思う。あ、では直さずに参ります。直せ、そういうものは変わってないんだよ、戦国時代から。悔しいです。加藤違いじゃん。さあ、あ、拙者の主がまだ伏せんなあいつら。拙者は犬、一応ここは一人だ。一番こういうのは400年前は気がついた方でしょ。申し訳ございません。いや、観光客がいれば多くて、もう写真ばかり撮らされてしまい。冗談でございます。いや、もう心地よく。あら、こいつバカだから。言葉の付け方知らねえんだよ。あ、許せ。この、なんか昆布に免じて許せ。な、何昆布使ったの？スコムでございます。汗がいっぱいじゃな、お前酸っぱいんだろ、酸っぱい。わざわざ出航したな。なんかかっこええな。ありがたき幸せ。まだのかっこいいぞ。ありがたき幸せ。何昆布巻いてる。スコンブでございます。あの籠城戦の時にここから食べようかなと思って。せいや、してくれ、見たいから。閉場するまでおるよ。わかりました。先生終わるから。さあさあ、ということでな、正月早々、ようなみなみな来てくれてありがとうさんじゃ。よほど暇だったと思う。え、また地雷踏んだ。いやいや、大丈夫です。まだまだ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。もっと踏むから、これから今年はいっぱい踏んでいこうと思ってな。そういった刺激の多い一年にしたいなというふうに思っておるんだな。それの方がな、みなみなも若返るということもな、刺激が多い方が若返った方がええじゃろな。本当に本当にじゃな、な、わかるじゃろ自分で。なあ、よく分かってる、よく分かってる。まだ分かってないやつがおるんだね、気づかんやつが。なあ、そうじゃ。ということでな、刺激の多い一年にしたいということはな、我々名古屋表の支部長隊はまあさらなる飛躍をするということじゃな。ああ、ぜひとも南の我々に期待せ。そして明日は、わし織田信長と豊臣秀吉徳川家康。めくりましたぞ。神社課題は
まあいいか。イカス隊は誰か2人来る。そうですな。誰じゃん、まあ、本当に分かんない。もしかすると、カズオスケとショウエモンやもしれませんだ。もしかするとってことね。もしかすると。じゃあ、もしかすると、夏とトーマかもしれんね。そうでございます、奥田様。もしかすると。さあさあ、ということで、ぜひとも、ひとまず、時許すもら、名古屋城に来てしょうよということじゃな。こたびありがとうさんじゃった。そして、写真な、なかなか撮れんものがおったやもしれんけども、また、わしら、毎日おるから、ぜひとも撮りに来てしょう。その時は、存分に撮ってやるからな。その時まで、ぜひ、待っとってしょう。こたびありがとうさんじゃった。ではまた会おう、さらばじゃ。